勝利は取れずに無しです。ゴールシーンなんですけれども、あれをかわしてかわして振り抜きました。ゴールシーン振り返ってください。一つ目で打つイメージだったんですけど、相手が来てたのでかわして、最後はシュート打って相手当たって入りましたけど、こういう勝利につながるものを決めて本当に嬉しく思います。守りで戦いに対してどういったことを意識してどういう感じましたか。もっと前から前へ前へとプレスなりというのを囲んで、押し込んでプレスしようということで、大体そういうプレーできたんじゃないかと思います。そしてディフェンダーとしては無失点での勝利というところも良かったですね。そうですね、やっぱゴールも嬉しいですけど無失点の方が嬉しいです。さあ、これで公式戦3連勝、来週はルヴァンカップ名古屋戦、そしてリーグ戦と続いていきます。今後への意気